雨降らないかな。こんなんじゃなくて、もっとすごいやつ。空は昼っていうのが嘘みたいなぐらいに真っ暗で、ダーってアスファルトを叩く音が教室中に充満しちゃうほど激しい雨。細かい霧の粒子みたいのが空気中にしっとりと漂ってて、それを吸い込むたびに胸が押しつぶされそうになるぐらい悲しくなっちゃうやつ。そういう雨にこそふさわしい傘をね、この前買ったの。だからこんな風にしとしとと降るようなんじゃダメなの。もっと豪快なやつじゃないとあの傘は使えないから。あ、トモヤにしては珍しくなかなか的確なこと言うね。ちょっと違う気がするけど。だよ、柄のところが木でできてて、雨を避けるところには布が張ってあって、白。眩しいくらいに白い傘。てるてる坊主を逆さに吊るすといいって、あれ本当かな？Thank you.
てくのよ。違うよ。これのことだってば。本当だ。でも指輪は奪還できない方が良かったんだけど、それじゃ結局縁が解けちゃったってことじゃない？そうだね。ねえ、ともや。
何でもない。ごめんね、先に帰っててくれないかな。ちょっと用事思い出しちゃったから。本当に何でもないんだってば。あ、ごめんね、心配かけて。それじゃ、また明日ね。ともや？私も一緒にいたいよ。私もずっと好きだったんだよ。でも智也、なかなか言ってくれないし。智也は私のこと嫌いなのかなって思うとすごく苦しくて、最初はね、気づかなかったんだ、智也のこと好きだってこと。あの時のこと覚えてる？私が巾着袋なくした時のこと。智也が一生懸命探してくれたんだったよね。暗くなってさ、お母さんたちが帰りなさいって言っても探すのやめなくて。実はね、あの巾着にね、智也の写真が入ってたんだ。私だけの秘密のやつ。その時ね、私気づいたんだ。智也のことがすっごく好きだってことに。なんでそれまで気づかなかったんだろうね。
う待ちくたびれちゃうところだったんだから。切れてたから切符買ってたのに、そのままどっか行っちゃうんだから。無視していくことないじゃないか。もうもう冷たいんだから。お母さんがね、ともちゃんのこと心配してたよ。ご飯はちゃんと食べてるのかって。そっか。じゃあさ、今度ゆえがお弁当作ってきてあげよっか。なんでだよ。まだ初日だよ。大変だね。私は、ま、最終日をお楽しみにってことで。今日のテストどうだったよ。なるほど、まずまずの出来ってとこか。こっちもそんなもんだ。そっちこそな。
聞いてよ、聞いてよ。あのね、今日のテストね、ともちゃん、もうちゃんと聞いてる？間違えちゃったの。回答欄に書く答え。あー、ひどい。笑うことないでしょ。あー、そうなの？全然響かないけど。でもでも科学はいつも平均点以上取ってるから、やっぱり悔しいんだもん。ちゃん、ゆえのお話聞いてくれないの？うえー、そんなこと言わずにちゃんと聞いてよ。こんにちは。はい。これは私の私物です。はい、うちにはまだたくさん読みたい本が残ってますから。私はこれから図書室へ行かないといけませんので、これで失礼します。はい。はい、勉強しましたから。それは、今から勉強します。
わかりました。